ワジール・ワジール、ワジル、ワジア、ワジアは、ケニアの北東州にある町で、ワジール県の行政中心地。ワジールは、降水量が少ない乾燥地帯にある。北東州の他地域同様、ワジールには、ソマリ族が多く住む。その多くは、ハウィエ氏族の氏族でゴディアである。1999年の国税調査では、住民は32,207であり、 2010年時点の推定人口は4万1430である。ワジールはこの地区全体を表す県名でもあり、この地区の中心にある町の名でもある。ワジールの町はこの辺りでは比較的大きく、食料や水の供給も比較的堅実である。ただしワジール県の住民の7割は遊牧民などであり、干ばつがあると、ワジールの町以外では特に大きな被害が出る。 ワジール県には2007年8月に8つの地区が設けられている。ワジール東、ワジール南、ワジール北、ワジール西、エルダス、タルバジュ、ブナ、ハバスウェインである。ワジールには中等学校がいくつかあり、そのうち6つはワジール東地区にある。町にはワジール空港があり、ケニアのナイロビ、ソマリアのガルカイオ、モガリシュなどへの便がある。陸路の場合は、 石ロから車で20時間ほどである。ワジール近郊には人工の積み石、ケアンがあり、当時の住民、マダンレにより作られた。マダンレは反伝説的な民族で、今日のソマリ族のハウィー氏族のアジューラーン氏族と関係していると見られている。これを発見したエ t ティカールは、住民の塚とコ片ペン、陶器の破片、銅の鈴なども見つけている。 今のワジールの町は1900年代の初期に作られた。日本政府は草の根無償資金協力として1999年にワジール西の中東学校建設に440万円、2001年にワジール県武手の中東学校建設に640万円、2002年にワジール東の中東学校建設に670万円を提供している。2000年には 干ばつの影響で、規制制限中を原因とするリーシュマニア症が発生している。2005年には、アフリカ開発のための新パートナーシップにより、ワジールその他の地区の中等学校に対し、インターネット環境の導入が進められている。2006年には再び北東州を干ばつが襲い、WFP による食料援助が計画されている。ありがとうございます。